清。人生論ノート。死について。近頃私は死というものをそんなに恐ろしく思わなくなった。年のせいであろう。以前はあんなに死の恐怖について考え、また書いた私ではあるが。思いがけなく来る通信に、黒枠のものが次第に多くなる年齢に、私も達したのである。この数年の間に、私は一度ならず、近親の死にあった。そして、私はどんなに苦しんでいる病人にも、死の瞬間には、平和が来ることを目撃した。墓に詣でても、昔のように、陰惨な気持ちになることがなくなり、墓場をフリードホーフ、平和の庭、ただし、語源学には関係がない。墓場を、平和の庭と呼ぶことが感覚的な実感をぴったり言い表していることを思うようになった。私はあまり病気をしないのであるが、病床に横になった時には、不思議に心の落ち着きを覚えるのである。病気の場合のほか真実に心の落ち着きを感じることができないというのは、現代人の一つの顕著な特徴、すでに現代人に極めて特徴的な病気の一つである。実際、今日の人間の多くは、コンバレサンス、病気の回復としてしか、健康を感じることができないのではなかろうか。これは、青年の健康感とは違っている。回復期の健康感は自覚的であり、不安定である。健康というのは元気な若者においてのように自分が健康であることを自覚しない状態であるとすれば、これは健康ということもできぬようなものである。すでにルネサンスには、そのような健康がなかった。ペトラルカなどが味わったのは病気回復期の健康である。そこから生ずるリリシズムがルネサンス的人間を特徴づけている。だから、古典を復興しようとしたルネサンスは古典的であったのではなく、むしろ、ロマン的であったのである。新しい古典主義は、その時代において新たに起こりつつあった科学の精神によってのみ可能であった。ルネサンスの古典主義者は、ラファエロでなくてレオナルド・ダ・ヴィンチであった。健康が回復期の健康としてしか感じられないところに、現代の根本的な叙情的、ロマン的性格がある。今もし現代が新しいルネサンスであるとしたなら、そこから出てくる新しい古典主義の精神はいかなるものであろうか。愛する者、親しい者の死ぬることが多くなるに従って、死の恐怖は反対に薄らいでゆくように思われる。生まれてくる者よりも死んでいった者に一層近く自分を感じるということは、年齢の影響によるであろう。30代の者は40代の者よりも、20代の者に、しかし40代に入った者は30代の者よりも、50代の者に、一層近く感じるであろう。40歳をもって初老とすることは同様の知恵を示している。それは、単に身体の老衰を意味するのでなく、むしろ、精神の老熟を意味している。この年齢に達した者にとっては、死は慰めとしてさえ感じられることが可能になる。死の恐怖は常に病的に、誇張して語られている。今も、私の心を捉えて、離さない、パスカルにおいてさえも。真実は死の平和であり、この感覚は老熟した精神の健康の徴兵である。どんな場合にも笑って死んでいくというシナ人は世界中で、最も健康な国民であるのではないかと思う。ゲーテが定義したように、ロマン主義というのは一切の病的なもののことであり、古典主義というのは一切の健康なもののことであるとすれば、死の恐怖はロマン的であり、死の平和は古典的であるということもできるであろう。死の平和が感じられるに至って、初めて生のリアリズムに達するとも言われるであろう。シナ人が世界のいずれの国民よりも、リアリストであると考えられることにも意味がある。我、未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らん、といった孔子の言葉も、このシナ人の性格を背景にして実感が滲み出てくるようである。パスカルは、モンテーニュが死に対して無関心であると言って非難したが、私は、モンテーニュを読んで、彼には何か東洋の知恵に近いものがあるのを感じる。最上の死は、あらかじめ考えられなかった死である、と彼は書いている。シナ人とフランス人との類似はともかく注目すべきことである。死について考えることが無意味であるなどと、私は言おうとしているのではない。死は観念である。そして観念らしい観念は死の立場から生まれる。現実あるいは生に対立して思想と言われるような思想はその立場から出てくるのである。生と死とを鋭い対立において見たヨーロッパ文化の地盤。そこには、キリスト教の深い影響がある。その地盤。において思想というものが作られた。これに対して東洋には思想がないと言われるであろう。もちろんここにも思想がなかったのではない。ただ、その思想というものの意味が違っている。西洋思想に対して東洋思想を主張しようとする場合、思想とは何かという認識論的問題から吟味してかかることが必要である。私にとって死の恐怖はいかにして薄らいでいったか。
自分の親しかった者と死別することが次第に多くなったためである。もし私が彼らと再会することができる、これは私の最大の希望である。とすれば、それは私の死においてのほか不可能であろう。仮に私が100万年生きながら得るとしても、私はこの世において再び彼らと会うことのないのを知っている。そのプロバビリティ、確率はゼロである。私はもちろん、私の死において彼らに会えることを確実には知っていない。しかし、そのプロバビリティがゼロであるとは誰も断言し得ないであろう。死者の国から帰ってきたものはないのであるから。二つのプロバビリティを比較するとき、後者が前者よりも大きいという可能性は存在する。もし私がいずれかに賭けねばならぬとすれば、私は後者に賭けるのほかないであろう。仮に誰も死なないものとする。そうすれば、俺だけは死んでみせるぞと言って死を企てる者がきっと出てくるに違いないと思う。人間の虚栄心は死をも対象とすることができるまでに大きい。そのような人間が虚栄的であることは何人も直ちに理解して嘲笑するであろう。しかるに世の中にはこれに劣らぬ虚栄の出来事が多いことに人は容易に気づかないのである。執着する何者もないといった虚無の心では人間はなかなか死ねないのではないか。執着するものがあるから死にきれないということは、執着するものがあるから死ねるということである。深く執着するものがあるものは、死も自分の帰って行くべきところを持っている。それだから死に対する準備というのは、どこまでも執着するものを作るということである。私に真に愛するものがあるなら、そのことが私の永世を約束する。死の問題は伝統の問題につながっている。死者が蘇りまた生きながら得ることを信じないで、伝統を信じることができるであろうか。蘇りまた生きながら得るのは業績であって、作者ではないと言われるかもしれない。しかしながら作られたものが作るものよりも偉大であるということは可能であるか。原因は結果に少なくとも等しいか、もしくはより大きいというのが自然の法則であると考えられている。その人の作ったものが蘇りまた生きながら得るとすれば、その人自身は蘇りまた生きながら得る力をそれ以上に持っていないということが考えられうるであろうか。もし我々がプラトンの死よりも彼の作品の不滅を望むとすれば、それは我々の心の虚栄を語るものでなければならぬ。真実我々は、我々の愛するものについて、そのものの衛星より以上にそのものの成したことが永続的であることを願うであろうか。原因は少なくとも結果に等しいというのは自然の法則であって、歴史においては逆に、結果は常に原因よりも大きいというのが法則であると言われるかもしれない。もしそうであるとすれば、それは歴史のより優越な原因が、我々自身でなくて、我々を超えたものであるということを意味するのでなければならぬ。この我々を超えたものは、歴史において作られたものが蘇りまた生きながら得ることを欲して、それを作るにあたって原因であったものが蘇りまた生きながら得ることは決して欲しないと考えられうるであろうか。もしまた我々自身が過去のものを蘇らせ生きながら得させるのであるとすれば、かような力を持っている我々にとって作られたものよりも作るものを蘇らせ生きながら得させることが一層容易でないということが考えられうるであろうか。私は今人間の不死を立証しようとも、あるいはまた否定しようともするのではない。私の言おうと欲するのは、死者の生命を考えることは、生者の生命を考えることよりも、論理的に一層困難であることはありえないということである。死は観念である。それだから、観念の力に頼って、人生を生きようとする者は死の思想をつかむことから出発するのが常である。すべての宗教がそうである。伝統の問題は死者の生命の問題である。それは生きている者の成長の問題ではない。通俗の伝統主義の誤謬、この誤謬はしかし、シェリングやヘーゲルのごときドイツの最大の哲学者でさえもが共にしている。通俗の伝統主義の誤謬は、すべてのものは過去から、次第に成長してきたと考えることによって、伝統主義を考えようとするところにある。かような根本において、自然哲学的な見方からは、絶対的な真理であろうとする伝統主義の意味は理解されることができぬ。伝統の意味が自分自身で、自分自身の中から生成するもののうちに求められる限り、それは相対的なものに過ぎない。絶対的な伝統主義は、生けるものの成長の論理でなくて死せるものの生命の論理を基礎とするのである。過去は死に切ったものであり、それはすでに死であるという意味において、現在に生きているものにとって絶対的なものである。半ば生き半ば死んでいるかのように普通に、漠然と表彰されている過去は、生きている現在にとって絶対的なものでありえない。過去はな、によりもまず死せるものとして絶対的なものである。この絶対的なものは、ただ、絶対的な死であるか、それとも、絶対的な生命であるか。死せる者は今生きている者のように成長することも、なければ老衰することもない。そこで、死者の生命が信ずられるならば、
それは、絶対的な生命でなければならぬ。この絶対的な生命時は、真理に他ならない。従って言い換えると、過去は、真理であるか、それとも、無であるか。伝統主義は、まさに、この二者択一に対する、我々の決意を要求しているのである。それは、我々の中へ自然的に流れ込み、自然的に、我々の生命の一部分になっていると考えられるような過去を問題にしているのではない。かような伝統主義は、いわゆる歴史主義とは、厳密に区別されねばならぬ。歴史主義は、進化主義と同様、近代主義の一つであり、それ自身進化主義になることができる。かような伝統主義は、キリスト教を、特に、その現在説を、背景にして考えると、容易に理解することができるわけであるが、もし、そのような現在の観念が損しないかあるいは失われたとすればいかがであろう。すでに、ペトラルカのごときルネサンスのヒューマニストは現在を、現在としてでなく、むしろ病気として体験した。ニーチェはもちろん、ジードのごとき今日のヒューマニストにおいて見出されるのも、同様の意味における病気の体験である。病気の体験が、現在の体験に変わったところに、近代主義の始めと終わりがある。ヒューマニズムは罪の観念でなくて、病気の観念から出発するのであろうか。罪と病気との差異はどこにあるのであろうか。罪は死であり、病気は我を性であるのか。死は観念であり、病気は経験であるのか。ともかく病気の観念から、伝統主義を導き出すことは不可能である。それでは罪の観念の損しないと言われる東洋思想において、伝統主義というものは、そして、また、ヒューマニズムというものは、いかなるものであろうか。問題は、死の見方に関わっている。